はい、ただいま。取ってきたよ。ロロンド。はい。おお、素晴らしいぞ。火を吹く石像を運んできてくれたのだな。これさえあれば、メルキドロクに書かれた鋼の守りが作れるだろう。ぬぬ、そんな凄そうなものを作って平気なのか、だと？マヒロよ、我が輩もロッシや雪の兵から聞いたぞ。町を発展させれば、巨大なる魔物によって町が滅ぼされるという話であろう。ぬわっはっは、お主はまさかこんな話を真に受けておるのではあるまいな。心配するな。お主のものづくりの力と我が輩の頭脳、そしてメルキド力があれば、メルキドを復活させこの地域を支配する魔物の親玉を倒すことも夢ではあるまい。我が輩にすべて任せておけ。わっはっは、ぐわっはっは。いやー、ほらバトルになってるじゃん。で、麺もその火を吹くなんちゃら作んなくていいの？壺とここ整頓で入れて、しまえないじゃん。わあ、道具3にしてほしいな。これレベルアップないの？取り出す。しょうがないな。薬草、粘土、ガラベット。もうちょい土を取り出して。で、この土捨てないでどっかに置いとくか。あ、こことかに入れれるもんね。あれ、それ粘土じゃない？マーブル岩か。で、道具、これをしまって。よし、これでオッケーだな。火を吹く石像はどこやった？この中にしまった。これか。バトルになっちゃっていいの？まあ、バトルにするか。じゃあ、むむ、どうやらまたも魔物たちがこの町に攻め入ろうとしているようだ。まったく懲りぬやつらだな。我らの防壁と新しい武器で立ち向かおうぞ。さあ、戦いの準備は良いか？はい。大丈夫かな？勝てるかな？竜王軍バトル。こっちから来るでしょ？鎧の騎士。こいつ壊されんじゃない？大丈夫？いて、あ、危ない危ない危ない。強い。よいしょ。多い。待って、多い。いて、回転切りなかなかできないぞ。いて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 、ほい。全然当たってねえし。誰か魔法使ってんな。誰だ。よいしょ。あ、なんか防御してる。よい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 。よしよし、倒したぞ。ボスは？ボス来るってみんな。ボスじゃねえわこれ。倒せないね。でもこいつこのままここにいさせてさ、変に攻撃するより。あー、サソリが襲ってきた。ほいほい。よいしょ。あ、全然届かないんだよな。よっ、よいしょ。
ほいほい。行って、ちょっと待って待って、死ぬ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 。あああ、危ねえ。1だよ残り1。ほいほい。みんな体力めっちゃあるね。なんで？よよ、1しか入らない。そしてお腹空いてる。あれ？あ、そんな回復しないじゃん。すべてのモンスターを倒した。よし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 。なんか落ちてる。命の木の実を手に入れた。ちょっと待って、なんか落ちてるって。それ何？あの、牢屋の、あれじゃないの。あ、捕虜の鎖。ほらほらほら。こっち側から行ったら、こう回んないと入れないのがめんどくさいね。何？ほい。どうやら最近は、この町の発展ぶりに魔物どもも焦り始めてるみてえだな。竜王が世界を牛耳って数百年、人間が巻き返しを図るチャンスかもしれん。真宙よ、もうそろそろ、このメルキドにかかった空の闇を晴らすために。メルキドを支配する魔物の親玉を倒す準備を進めてもいい頃かもしれねえぞ。実はな、わしが先祖から伝え聞いた神鉄炉、神鉄炉とかなどこなる究極の炉がある。その炉があれば鋼を加工し強力な武器や防具が作れるはずなのだ。お前さんにその製法を教えるぜ。まずは実際に作り出してわしに見せてくれ。え、その素材がなくね？オリハルコンから武器や道具をくらす。オリハルコン、え、もう終盤？早くない？こいつ何？どう思う？最近は敵の攻撃がかなり激しい気がしないか？するする、勝てないわ。ボコボコにされてるよ。襲ってくる魔物も今まで以上に強力だ。本格的に竜王軍に目をつけられたみたいだね。僕はね、これ以上魔物たちに好き勝手させないように、より強い武器を作って魔物たちに対抗していくべきだと思うんだ。そこでだ、君に武器を格納できる部屋を作ってもらいたい。衣装部屋に鎧の置物と鉄の壁掛けがあれば武器庫になるはずだ。頼むよ、今ある衣装部屋を武器を整えられる武器庫に改装してくれ。あ、衣装部屋を改装すればいい。あ、なるほど。あ、間違ったじゃあまずはこっちじゃないか、こっちだね。これと鎧の置物、この2つでいいのか。どこ行った？はい。何と何だっけ？衣装部屋に鎧の置物。ああ、はい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 。じゃあこれで OK だね。適当に置けばいいかな。壁掛け。はい。それと、鎧の置物。邪魔くさいけど、まあこれでいい。はい、できたよ。おお、ありがとう。僕たちのために武器庫を作ってくれたんだね。これで僕たちも今までより強い武器を持って魔物たちと。そうなんだ。それにしても、かつてのメルキドの兵士たちはどうしてメルキドの町を守りきれなかったんだろう。メルキドには巨大なゴーレムが、守り神としてついていたって話だろ？メルキドには固い城壁もあったはずだし、外からの攻撃には十分耐えられたはずだ。竜王軍の攻撃っていうのは、
そこまで激しいものだったのかな。それとも魔物は城壁の中に。おっと、話が逸れてしまったな。ありがとう、とにかく助かったよ。うん、とりあえずこれで OK ね。で、あとは雪の兵の、それどうやって作るの。ここで作るの。これかロトかな、どこ。あー、なるほど。はい、んで、これね。よし、で、これを、うん、端っこに置く。よし、はい、作ったよ、雪の兵。じゃあ、ケッパーじゃない。はい、うおー、ついに神鉄炉を完成させてくれたんだな。こいつなら鋼を加工できる。これでより強い武器や防具が作れるぜ。強い武器か。お前さん、大木槌の里の奥にある壊れた城塞に行ったことがあるんだってな。聞くところではわしの先祖の一人もあの城塞の中で暮らしていたらしくてな。なんでもあの城塞の中では人間同士が争いを繰り広げていたらしい。そうらしいね。お互いがお互いを信じられなくなり、やがては自分たちが作った武器を取り合って。そんな人間を見てメルキドの守り神だったゴーレムはどう思っただろうな。ひょっとするとそのあたりにメルキドの守り神だったはずのゴーレムがメルキドを滅ぼした理由があるのかもしれん。とにかくご苦労だったな。強い武器や防具を作ってこのメルキドから魔物たちを追い出してくれ。いやでもその新しいのって作れるか。今だって持ってないんじゃないの。鋼、ね、ほら鉄のインゴット、あ、鉄のインゴットがあれば鋼のインゴット作れんの。へえ、じゃあ全部作っちゃって、はい、鋼の剣、棒ハンマー、はいはい、鋼の盾、バリケード、おー、あとはここに装備品を入れる。いや、装備品は持ち物の中に入れれるから、これしまって、で土を取り出して、バリケード、鋼の剣作って、で、棒ハンマーはサソリの角が必要なんだ。なるほど、鋼の盾作っとくか。はい、で、装備、盾、鋼の盾、鉄の盾いらんじゃん。石の剣ももういらないでしょ。これじゃ外して、これ装備する、いらないんだな、これ。入れ替え、
これどうやって整頓するんだろう。できないのかな。とりあえずこれでいいか。で、はい。たく、神鉄路なんてとんでもねえもん作りやがって。俺は何度も忠告したぜ。余計なことをすると魔物に目をつけられるって。魔物だけならまだいい。人間が力をつけすぎるとあの化け物が。とはいえもう手遅れか。なあ、一つ俺の頼みを聞いてくれねえか。ここに俺が書いた遠くまで見渡せる見張り台の設計図がある。この見張り台を設計図通りに作ってほしいんだ。今のお前になら簡単だろ。早く準備しねえと手遅れになる。頼んだぜ。はあ、見張り台。おお。え、こいつの依頼だけかな。そうだね。設計図を敷く、違う。土とツタ、石の階段、かがり火。はい。どこに置くか。見張り台。いえ、ここでいいか。で、土を。置いて。階段。ん？階段。階段あるかな？あった。これで。階段？ここかな？こう。こう。で？あー、ここはいらないのか。こうでいいのかな。それとスタッとかがり火。あ、なんか違う。こう階段、ここで、こうかな。で、かがり火、これだね。を、一個と、ツタ。ほい。で、ツタが、どうやってつけんの？あー、はいはい。よし、できた。見張り台。なかなかだな。よしよし。もう土でできてるのがちょっとな。お、ようやく見張り台ができたか。手間かけさせて悪かったな。が、見張り台で魔物を監視してくれるのか、だと。ああ、そうだ。この町にあいつが来たらすぐにここから逃げ出せるようにな。雪の辺に聞いただろ。メルキドは守り神だったゴーレムに滅ぼされたんだって。このメルキドで人間が栄えたら必ずゴーレムが来て全てを破壊する。俺はガキの頃からずっとこの話を伝え聞いてきたんだ。ロロンドが言ってたぜ。このメルキドを本当に解放するにはここを支配する魔物の親玉を倒す必要があるって。間違いねえ。その魔物の親玉こそメルキドの守り神である巨大なゴーレムさ。
もういつゴーレムが来てもおかしくねえ。俺たち人間じゃゴーレムには勝てねえぜ。悪いことは言わねえ。お前もいつでも逃げられるように準備しておけよ。ゴーレムと戦うっけな。ほんと覚えてないわ。はいはい、デロロンド、次は何？どうしたのだ。いつになく真面目腐った顔をしおってからに。また何かロッシのやつにそれっぽいことを言われたのではあるまいな。そんなことより喜ぶがよい。我が輩はついにメルキド録を読み解き、火を吹く石像を使った強力な防壁を編み出したのだ。あ、できた。我が輩が編み出した鋼の守りなら、この町をさらにさらに強固に守れるだろう。さあ、この設計図の通りに鋼の守りを完成させるのだ。もちろん設計場所は西の方角だ。以前の防壁は一度壊してくれても構わぬ。鋼の守りに必要な鋼の大扉はお主なら思いつくはずだ。